お疲れ様です。パーソナリティのリサです。今回お届けするテーマはこちら、警告、日本に追いつけない。警告の最新型戦闘機開発で米国が協力を拒否。警告から悲鳴が。現在警告では次期戦闘機の開発に力を注いでいます。7400億円という莫大な予算をつぎ込んでいることから警告の本気度が伝わります。しかしその戦闘機開発はどうもうまくいってないようなのです。その理由にはなんと日本が大きく関わっていました。それでは早速行ってみましょう。現在警告では次期戦闘機の KFX の開発が行われています。 KFX は警告とインドネシアで開発中の両国空軍向けの第 4.5 世代ジェット戦闘機です。第 4.5 世代ジェット戦闘機とは、第4世代の戦闘機に最新の第5世代の性能の一部をプラスさせたもの。現在、第5世代戦闘機は一部の限られた大国しか所持しておらず、開発の難易度は非常に高くなっています。そのため、国家の資金や情勢的に第5世代戦闘機を主力にするのが難しい場合、第 4.5 世代戦闘機を主力に据える国も多々あるんだとか。そのため第 4.5 世代と聞くと第5世代の型落ち品というイメージがあるかもしれませんが、そんなことはなく十分主力となりうる戦闘力を持っています。警告はこの KFX の開発に国家予算7400億円を投じており、警告の KFX 開発に対する本気度が伝わります。この計画は2016年1月に開始され、2018年6月には基本設計は完了、2026年に開発完了予定となっており、初飛行の計画は2022年の上半期ともうすぐです。警告の KFX 開発は順調に進んでいるのだろうと思いきや、実際は暗雲が立ち込めています。韓国紙世界日報によると、 KFX に装着する空対空空対地平層を機体と統合する問題が難航している。レーダーをくぐり抜けるステルス機能も KFX の開発主体である韓国航空宇宙産業 KAI と防衛事業庁の予想を下回る可能性が提起されていると言います。かなり平たく言えば、武器の搭載がうまくいっていないのと、ステルス機能のレベルが予想以上に低くなってしまったということ。なぜこのようなことが起きたのでしょうか。兵装と機体を統合する技術はアメリカの技術を使用する必要があります。しかしアメリカは警告にこの技術を共有することを拒否しているのです。アメリカが警告に軍事技術の共有を拒否するのは決して今回が初めてではありません。米軍のシステム分析官であるジェームス・キャンベル氏が衝撃的な一言を放ち話題となっています。アメリカはもし警告が同盟国であったとしても技術を渡すことはないだろう。同盟国であっても渡さないというのは、警告側としては厳しい言葉ではないでしょうか。なぜアメリカは警告にこのような態度を取るのか。そこには日本の存在が大きく関わっていたのです。皆さんは軍事情報包括保護協定 GSOMIA をご存知でしょうか。これは世界の軍事協定の一つで、親しい国家間で軍事機密を共有する際に第三国への漏洩を防ぐために結ぶものです。警告と日本はこの協定を結んでいましたが、2019年に警告がこれを破棄する姿勢を見せたのです。この姿勢がアメリカから大きな反感を買いました。警告は日本との協定破棄を慌てて停止しましたが、時すでに遅し、アメリカの怒りは収まりませんでした。このことから今後警告の軍事開発にアメリカが非協力になることは間違いありません。苦境に立たされた警告ですが、さらに苦しむ事態が発生しました。 KFX の開発でタッグを組んでいたインドネシアがフランスから戦闘機を購入することを検討しているのです。これの何が問題なのでしょうか。実はインドネシアは KFX の開発の分担金を2017年以降滞納していたのです。インドネシアは滞納理由を資金難としていますが、他国から戦闘機を購入するとなると、この資金難という理由は建前でしょう。インドネシアは
もう渓谷との KFX の開発には興味が失せているのです。インドネシアの興味が冷めた理由は大きく2つあります。1つ目はインドネシアに財政的な利益が大きくないということ。2つ目は計画がずさんだったことです。韓国紙世界日報の軍事専門記者パク・スチャン氏はインドネシアが KFX 開発に興味を失った理由として、ステルス性能も兵器の搭載能力もまともに備えないまま開発を進めた結果だと指摘しています。インドネシアからすれば当初の計画予定の水準に達していない戦闘機の開発にお金を払い続ける必要はないですからね。莫大な予算をつぎ込まれている KFX ですが、厳しい状況が続いていて渓谷が不憫に思えてしまうほど。この渓谷の次世代戦闘機に海外からさまざまなコメントが寄せられています。こんなものに金を払う国はいない。日本との空軍の差はさらに広がった。50年前の戦闘機にも押されている。開発が遅すぎる。辛辣なコメントのオンパレードです。渓谷は頑張っているのですが、たった一つの行動が命取りとなってしまいました。日本との軍事情報包括保護協定を破棄しようとする動きさえしなければ、アメリカから反感を買うことなくインドネシアが離れることもなかったかもしれません。このような理由から渓谷の次世代戦闘機の開発は行き詰まってしまっています。一方、日本の次世代戦闘機開発はどうなのでしょうか。実は日本も次世代戦闘機の開発を進めており、アメリカのロッキード・マーチン社から技術支援を受けることが決定しています。ロッキード・マーチン社とは世界でも有数の軍需企業であり、世界の軍需部門の売上ランキングでは常に上位。日本は実績だけで選んだわけではなく、レーダーやミサイルなどのシステム統合力、高いステルス性と運動能力、効率的な開発技術という3つの観点を評価軸として他社との比較の上でロッキード・マーチン社を選択しています。ロッキード・マーチン社から技術支援を受け、三菱重工が設計・システム統合、 IHI がエンジン、東芝と富士通がレーダー、スバルが機体とそれぞれ製造することが決まっています。世界トップの軍需製造技術と日本のトップ企業の技術を掛け合わせたドリームチームです。渓谷とは違い、日本は綿密に計画を立て、盤石の体制で次世代戦闘機開発を行っています。一体どんな戦闘機が誕生する予定なのでしょうか。それは世界が驚くような超高性能戦闘機だったのです。現在世界で最先端と言われている第5世代の戦闘機は、相手レーダーに探知されにくい高度なステルス能力を備えています。日本の次世代戦闘機はこの高度なステルス性能はもちろんのこと、第5世代の戦闘機に対応するために敵のステルス機を高い確率で見つけ出す小型無人機や人工知能を搭載する構想があるのです。完成が楽しみな夢の戦闘機の試作品は2024年にお披露目されます。そして2028年に初飛行、2031年にはフル生産が開始される予定です。渓谷は次世代戦闘機の開発に7400億円の費用を投じたと紹介しましたが、一方日本はどれくらいだと思いますか。なんと日本は開発や生産費に約5兆円もの費用を投じています。どうやら今後も渓谷と日本との空軍の差は埋まりそうにないですね。お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回お届けするテーマはこちら、インドネシア。渓谷製はやっぱダメ。戦闘機の共同開発から離脱し、渓谷製潜水艦もキャンセルか。日本の隣国である渓谷と戦闘機の共同開発を行っているインドネシア、渓谷から潜水艦を大量購入することも約束しており、インドネシアは渓谷にとって重要なお得意先であり軍事パートナーです。しかし最近、そんな渓谷とインドネシアの関係性に不穏な空気が流れているというのです。一体何があったのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。
渓谷とインドネシアは1973年の就航以降、約50年間にわたり友好関係を築いてきました。2006年には渓谷インドネシア戦略的パートナー関係の構築と協力拡大を主とする共同宣言に署名したことを両国は発表。貿易や投資だけにとどまらず、IT や原子力、山林、開発協力など、さまざまな分野での協力の拡大を目指し、積極的に取り組んでいくことで合意をしました。強固な協力体制を結んだ両国ですが、近年インドネシアのある行動によって、この関係に暗雲が立ち込める事態となっているのです。その行動とは、インドネシアがフランスからラファール戦闘機48機を購入する動きがあるということです。これの何が問題なのかと思う方も多いでしょう。確かに渓谷と強いパートナーシップを結んでいたとしても、通常であれば他国から戦闘機を購入することは何の問題もありません。しかし、渓谷とインドネシアの現状の関係からして、それは渓谷にとっては緊急事態なのです。なぜかというと、現在韓国は新型戦闘機 KFX の開発を行っており、インドネシアはこの開発に共同開発国として参加しています。戦闘機を共同開発しているにもかかわらず、フランスから戦闘機を購入しようとしているのです。しかもこれは2016年から開始されたプロジェクトなのですが、インドネシアは2017年以降、開発分担金を滞納しており、その理由を資金難と発表しています。インドネシアは資金難であることから、共同開発している戦闘機の開発費を滞納しているにもかかわらず、別の国から戦闘機の購入を検討している。このことから、資金難という滞納理由は建前で、実際のところインドネシアは、もう渓谷との KFX の開発には興味が失せているということが発覚。これは渓谷サイドからすれば、非常に痛いでしょうし、途中ではしごを外されたように感じているはずです。しかし、渓谷に対して同情するのは正しくありません。インドネシアが KFX の開発に興味がなくなったのには理由が存在します。一つ目は、インドネシアにとって財政的な利益が大きくないということ。二つ目は、計画がずさんだったことです。ある韓国紙によると、武器の搭載がうまくいってない上に、ステルス機能のレベルが予想以上に低くなってしまっているといいます。軍事専門記者パク・スチャン氏は、インドネシアが KFX 開発に興味を失った理由として、ステルス性能も兵器の搭載能力もまともに備えないまま開発を進めた結果だ、と渓谷の計画のずさんさを指摘しています。インドネシア側からしても、当初の計画予定の水準に達していない戦闘機の開発にお金を払い続けるのは痛手ですし、金銭の条件面もあまりおいしくないとなればなおさら。また、渓谷とインドネシアは潜水艦売買の約束もしていますが、インドネシアはこれも破棄する可能性が出てきました。インドネシアは渓谷から12隻の潜水艦を導入することで合意しており、2011年には第一次事業として韓国の超大手造船会社のテウ造船海洋と1400トン級潜水艦3隻の契約を1兆3000億ウォンで締結しました。1番艦と2番艦は渓谷で造船し引き渡され、3番艦は渓谷で作られた本体をインドネシアのジャワ島スラバヤのパル造船所に運んで組み立てが行われ、2019年4月に浸水。そして同月、インドネシアは第二次事業として1400トン級の潜水艦3隻を1兆1600億ウォンでテウに発注しました。しかし現在になってもこの第二次事業は全く進展が見られておらず、契約金の支払いすらも滞っているという状態なのです。一体どうしてなのでしょうか。それは KFX の時と同様に、またもや性能の低さに起因していました。インドネシア国会では、渓谷製の潜水艦の性能の低さがやり玉に上がり、インドネシアの国防大臣であるプラボー氏は、渓谷製の潜水艦に対して、
連続選考期間が90日に及ばず、選考時間の起伏も激しいと不満のコメントを発表。インドネシアは潜水艦についても正式にキャンセルすると公表しているわけではありませんが、現在ロシアやフランスから潜水艦輸出の打診を受けているとの報道も存在します。正式なキャンセルとなれば、英国の軍事産業は大きな痛手を負うことになるでしょう。約束を破棄されそうな警告。一方、当初の予定よりも低い品質の買い物をさせられそうになっているインドネシア。これに対して海外の人々はどのように感じているのでしょうか。まずは警告国民のコメントです。インドネシアの嘘はひどすぎる。インドネシアとは絶交しろ。契約書通りことを進めるべきだ。警告民はやはりインドネシアの行動を不義理に感じているようです。では両国以外の海外のコメントも紹介しましょう。使い物にならないものに投資はできない。実績のあるフランス製を買う方が妥当。なんで金を払ってゴミを買う必要があるのか。警告製を買わなくてよかったな。こちらは警告国民とは真逆で、ほとんどが警告に対して厳しい意見が並んでしまいました。世界から酷評を受けてしまっている警告製の潜水艦ですが、どの程度の品質なのでしょうか。それはインドネシアに同情してしまうほど驚愕するものでした。以前警告はドイツの HDW 社が設計したものをもとに潜水艦を製造しています。一番艦が完成すると警告国内ではその優秀性をアピールし、マスコミと一体となって勇ましい活躍ぶりを宣伝したのですが、現実はそうではありません。現地マスコミによると、試験的に運用したところ、スクリュー軸から HDW 社の設計値を上回る騒音が発生。この騒音は敵からの重要な探知材料となり、潜水艦にとっては致命的です。そのため推進軸を交換するという大掛かりな修理を行いましたが、それでも騒音は収まらず、実戦運用はおろか近海を試験走行するだけにとどまりました。再び修理に入ったものの解決策は見つからず、結局この一番艦は20ヶ月以上もの間工場内で放置されることになったのです。そんな状態であるにもかかわらず、警告は驚きの行動に出ます。問題が解決していない状態で量産に踏み切り、2番艦と3番艦を製造したのです。もちろん結果は3隻とも問題は解決せず、運航停止。最終的に原因は艦橋と甲板を接続するボルトであると判明しました。ところが警告の技術では潜水艦の修理を成功させることはできず、結局 HDW 社の技術者が警告へ出向いてようやく解決したのです。警告のずさんな計画と金額に見合わない製造技術によって振り回される形となってしまったインドネシア。実態が分かると、インドネシアが軍事産業のパートナーを他の国に乗り換えたいと思うのも無理はないかもしれません。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのエリです。今回お届けするテーマはこちら、世界征服も可能、日本製の戦闘機エンジン XF9-1 の性能に世界が驚愕。日本製のエンジンといえば、自動車業界では世界トップクラスの性能を誇っています。そんな日本が次期戦闘機への搭載を目指した国産ジェットエンジンを発表。その性能がヤバすぎると海外で大変話題になっているようなのです。それでは早速行ってみましょう。日本の自動車エンジンは海外でも評価が高いですよね。そんな日本に対抗して、お隣中国も自動車産業を活発化させています。しかし中国車の蓋を開けてみると、中身のエンジンのほとんどが日本製という状況。そんな現状を打破すべく、中国でもエンジン開発は進められていますが、どうもあまり順調ではないようなのです。
2020年10月に中国メディアが模倣したいと思ってもできないという内容の記事を掲載しています。記事の中では中国車と日本車の違いは結局のところエンジン技術の違いであると指摘。中国企業も懸命にエンジン開発を行っているものの、日本のエンジンには全く追いつけない状況なのだとか。日本のエンジンは性能、燃費、寿命、構造、どれをとっても素晴らしいと絶賛しています。自動車エンジンの分野で他国をリードし続ける日本。しかし日本の優れたエンジン技術は自動車だけに限られたものではないようなのです。近年空軍力強化に力を入れる中国は、ある日本の軍事技術が大変気になっているそう。それは日本が開発中の次世代戦闘機用エンジン XF9-1 です。2021年2月中国メディアは世界が注目しているとして、この XF9-1 を取り上げる記事を掲載しました。防衛省の発表では、2020年に航空試験を完了して必要なデータをすでに取得済みの XF9-1、その時のデータによると燃焼器出口温度1800度にも耐え、最高推力は15トンにも達しているそう。記事では米国の F119 エンジンにも引けを取らないほど優秀な数値と高く評価していました。すでに十分素晴らしいエンジンを開発しているように見えますが、筆者は日本は決してこれで満足してはいないと分析。日本は将来的に次世代エンジンであるアダプティブサイクルエンジンの導入も検討しているのだとしています。この分野の研究開発を世界に先駆けて行っているのはアメリカ。アメリカはアダプティサブサイクルエンジンを10年以内に実用化する可能性が高いと言われています。しかし記事では日本もこの最新技術の適用を考えていると指摘。このことについて、日本はもはや実力を隠さなくなったと述べ、米国と肩を並べつつあると警戒を強めていました。そんな日本の次世代戦闘機用エンジン XF9-1 の試作型が防衛装備庁へ納品されたのは2019年6月29日。開発企業は重工メーカーの IHI です。これまで戦闘機用のジェットエンジンを国産化できていなかった日本。これは日本の弱点とも言われていました。しかしついに XF9-1 の試作品が完成したことは大きな進展であり、世界から注目を集めています。現行のエンジンとの大きな違いは、15トン以上という最大推力をマークしたアフターバーナーです。アフターバーナーとはエンジンの排気ガスに再度燃料を噴射して一時的にパワーを増大させる装置のこと。史上最強と言われる米ステルス戦闘機の戦闘機用エンジン F119 の最大推力は高床 15.9 トン。日本の XF9-1 はすでにこれに匹敵する数値を叩き出していることになるのです。アメリカに次いでステルス戦闘機の自国開発に成功したロシアや中国を隣国に持つ日本。そんな日本が次世代戦闘機に搭載できる高性能エンジンを自国開発できた意味は非常に大きいと言えるでしょう。防衛装備庁航空装備研究所の高原エンジン技術研究部長は、 XF9-1 の開発目的について次のように語ります。このエンジンの一番の目的は戦闘機のエンジンを国産で作るための技術を蓄積することです。高原氏によると、現在のところ XF9-1 は特定の戦闘機に搭載するために作られたエンジンではないのだそう。将来的に戦闘機を開発することになった際、すぐに国産エンジンを作れる技術を持っていることが重要なのだと言います。さらに高原氏はこの XF9-1 がコンパクトである点についてもフォーカスしていました。大きくて強いエンジンを作るのは比較的簡単だとし、空を飛ぶ飛行機のエンジンはまず軽量である必要があると語ります。これは今後のステルス化を考えても重要な点。皆さんもステルス戦闘機がレーダーの反射を抑えることで敵の目から機体を隠していることはご存知ですよね。ステルス戦闘機は他の戦闘機のように胴体や主翼の下にミサイルを設置することができません。
そのためミサイルを機体の中に隠しているのです。機体の中に埋め込むということは、機体の内部にその分のスペースが必要だということ。要するに胴体の中でミサイルとエンジンがスペースの取り合いをすることになるのです。よってこれからの戦闘機に求められるのはスリムでハイパワーなエンジン、全長 4.8 メートル以下、直径1メートル以下というコンパクトな XF9-1 はステルス戦闘機に非常に適したエンジンだと言えるのです。また高原氏によると、スリムでありながら強力なエンジンを実現するにはたくさん空気を取り込める構造が不可欠だそう。しかし本体がスリムであるために前面の表面積が小さい XF9-1、本来このような細い形状は多くの空気を取り込むことには適していないのだといいます。そのためファンの先端にあるコーンという突起物の形状を小さくするなどの工夫を施したそう。さらにファンと圧縮機の形状の効率化や、外側のケースと圧縮機の隙間を減らして空気の漏れを防ぐ研究を実施、遠心力の作用なども利用することでなるべく大量の空気を吸い込むようにしているのだそうです。そしてもう一つ工夫されている点が、燃焼ガスの温度を上げること。これにより空気を膨張させて限られた空気量で効率的にタービンを回すことができるのです。しかしそれによってタービン自体が高熱に耐えられなくなってしまう弊害もあります。そのため XF9-1 は耐熱素材にも工夫が。近年通常のタービンは基本的にニッケルベースの素材でできているそう。しかし XF9-1 は稼働中にニッケルの融点である約1400度の温度を超えるためタービンが劣化してしまいます。この問題を解決するため、技術者たちはニッケル合金のタービンに小さな穴をたくさん開けた冷却システムを開発。羽が超高速回転している時に穴から空気が染み出してタービンを冷却してくれるのだといいます。このように最先端の技術を駆使して XF9-1 のタービンは1800度以上の出力を実現しました。さらにもう一つ XF9-1 の優秀な点を挙げるとすると、発電能力の高さなのだといいます。現在の戦闘機はレーダーの照射や感知など何をするにも多くの電気機器を使用します。今後次世代の戦闘機ではさらに多くの電気を消費するようになることは明らか。それに対応すべくエンジンに優秀な発電能力を持たせることは必要不可欠なのです。とはいえ大きな発電機を積めばまた機体内のスペースが枯渇してしまいます。そのため XF9-1 では発電機にスターターの機能を兼ね備えることにしたのです。その装置の名前はスタータジェネレーター。モーターと発電機を一つの装置に集約したことで、高発電能力と小スペース化の両方を実現しました。このように世界最先端の優秀な性能を兼ね備えた日本製戦闘機エンジン XF9-1、最後に気になるのはコストですよね。世界には戦闘機を開発している国がたくさんあります。そのためどんなに高性能でも費用が高すぎれば誰も購入しないでしょう。開発者たちは性能を維持しながら価格を競争力のある範囲に抑える努力をしなければならないのです。例えばファンはこれまでブレードとディスクの一体構造を実現する場合、金属の塊から削り出す方法で製造していました。しかしそれでは無駄も多く手間もかかり、当然その分がコストに反映されてしまいます。さらに一箇所でも折れた場合、全部最初からやり直す必要があるという弊害もありました。その点を改善すべく、日本では線形摩擦接合というパーツを摩擦で接着する方法を研究。確立されればかなりのコストカットが期待できます。またタービンディスクの製造でも現行エンジンから大きな改善がされているそうです。これまでの金属の粉末を焼き固める製法から金属を叩いて製造する鍛造に変更。それにより大きな設備を必要とせず、大幅なコストカットにつながっているそうです。まさに日本の高い技術力の粋を集めて開発された XF9-1。 世界最先端のテクノロジーを有する日本の戦闘機開発の行方は
海外のネットユーザーの間でも大変注目されています。日本が第二次世界大戦の時に開発したゼロ戦もやばい戦闘機だったよな。21世紀版のゼロ戦を見てみたいよ。日本の電子機器や自動車は信頼性や効率面でアメリカを上回る。彼らが世界最高の戦闘機を開発しても不思議ではないよ。日本が好戦的な中国に対抗するため軍事力強化を始めたようで何よりだな。日本は防御力ばかり強化してるけど攻撃能力強化にシフトすべきだよ。中国共産党もそれを恐れているはず。日本の戦闘機開発に中国は確実にビビってるだろうね。おそらくロシアもな。戦闘機エンジンの開発で世界を驚かせている日本。こうしてみると日本の材料と加工技術がいかに他国よりも優れているのかがわかりますよね。これからも日本製のエンジンは世界をリードする存在であり続けることでしょう。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら、米軍パイロット驚愕。日本ではまだ現役で飛んでいるのか。魔改造で性能が向上し、まだ現役でいられる F4 戦闘機がやばい。皆さんは F4 と呼ばれている戦闘機をご存知ですか？実は F4 を日本が魔改造した結果、アメリカ軍が驚くようなことが起きたのです。一体何が起こったのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。皆さんは F4 と呼ばれている戦闘機をご存知ですか？ F4 とはマクドネルエアクラフト社が開発した戦闘機です。アメリカ海軍初の艦上戦闘機として開発され、大型の翼と高出力のジェットエンジンを総発で装備し、大きな搭載量を特徴としています。そしてファントム2の愛称で親しまれ、海軍のみならず海兵隊や空軍も採用し、また海外にも多数輸出されました。搭乗員は2名。海軍では前席にパイロットを乗せ、後席にはレーダー操作のみを行う専用の要員を乗せて飛行します。そのため後席からは機体の操縦はできません。一方空軍では後席にもパイロットが座って飛行を行うことになっているので、後席にも操縦装置があるそうです。エンジンは J79 の総発を装備。 J79 とは F104 などでも採用されており、推力と信頼性を兼ね揃えた傑作エンジンです。これを総発することによって高い加速力や上昇力を確保しています。エンジンの高出力と大きな翼によって支えられた搭載力も極めて高く、大量のミサイルや爆弾を乗せることが可能となっているのです。また大型のレーダーを装備し、当時の機体としてはトップレベルの探知距離を誇っていました。レーダーと連動して対空ミサイルを運用可能でもあり、目視戦闘しかできない敵機に対してかなり大きなアドバンテージを持っています。しかしベトナム戦争では相打ちを恐れて、視界外戦闘を禁じた交戦規定やずさんなメンテナンスなどが原因で、ミサイルの性能が十分に発揮されず、命中率は 10% 程度とあまり芳しいものではありませんでした。また操作法も複雑で、レーダー員に大きな負担を与えていたそうです。そんな F4 は1971年に航空自衛隊に導入されました。電子装備などが充実した F15 や F2 は第4世代戦闘機と言われているのに対して、 F4 は第3世代戦闘機と言われています。しかし日本の航空自衛隊に配備されている F4 は普通の第3世代機とは異なりました。なぜなら航空自衛隊において最も古い戦闘機であるにもかかわらず、200機が配備されている原子力 F15 との訓練において勝利することも決して珍しくなかったからです。普通の第3世代機とは異なる最大の理由は、日本の魔改造の技術力にあります。日本は F4 を魔改造し、ベトナム戦争で大活躍した F4 を日本モデルとして航空自衛隊に導入したのです。その名も F4EJ。 導入時、野党が F4 の攻撃力に対して
周辺国に過度な脅威を与えると反発したため、対地攻撃用のコンピューターや空中給油装置など不必要な装備を取り除き運用することになりました。また基地や艦隊の上空の防御を担当する揚撃戦闘機として運用するため、スクランブル発進時の加速力を重視し、ベースとなった F4 に装備されている前年スラットは有していませんでした。こうして運用が始まった F4EJ ですが、戦闘機としての能力不足を露呈する出来事が発生してしまいます。それがベレンコ注意事件です。1976年、ソ連防空軍の所属MiG-25 戦闘機がチュグエフカ基地から訓練目的で離陸。そのうちソビエト連邦軍現役将校ビクトル・ベレンコ中尉が操縦する1機が演習空域に向かう途中で突如コースを外れ、急激に飛行高度を下げたのです。これを日本のレーダーサイトが捉え、領空侵犯の恐れがあるとして航空自衛隊千歳基地の F4EJ がスクランブル発進しました。航空自衛隊は地上のレーダーと空中の F4EJ の双方で日本へ向かってくる MiG-25 を捜索。しかし地上のレーダーは航空機の超低空飛行には対応できませんでした。また F4EJ のレーダーは地表面におけるレーダー波の反射による上乱に弱かったため、低空目標を探すルックダウン能力が低かったそうです。結局ビクトル・ベレンコは MiG-25 迎撃戦闘機で日本の函館空港に強行着陸し、アメリカに亡命を求めました。これは F4EJ に搭載されているレーダーがルックダウン能力を有していないために起こったミスといえます。事態を重く見た航空自衛隊は早期警戒機の導入を行ったほか、 F4EJ のレーダーを強化する計画を立てました。そうして航空自衛隊の防空能力の向上、近代化の一環として1980年代に F4EJ 海への改修計画が立てられ、大規模な改修が行われたのです。1980年から F4EJ の延命・能力向上研究を開始し、1981年に F4EJ の改修に着手しました。1982年に航空機構造保全プログラム検査方式による機体寿命の延長と戦闘能力の向上が可能であると判断し、三菱重工へ引き渡し改装。そして出来上がった F4EJ 海は約50年ほど空の防空と飛行実験の最前線で活躍した航空機になっています。 F4EJ 海は大きさでいうと全長が約19メートル、高さが約5メートル、幅が約12メートル。改修の主な内容はレーダー、火器管制システムの近代化、広報や通信能力の向上、搭載ミサイルの近代化、爆撃機能の向上などです。平たく言うと電子機器を新しいものに入れ替え、コクピットを改修して能力を発揮しやすくなりました。例えばレーダーは初期型 F16 のレーダーと同型に乗せ替えられています。目標探知距離を80ナノメートルまで延長した上、低空の目標を探知や攻撃する能力を改善しました。その他の電子機器も一新、機体外部に搭載する電波妨害装置はこれもまた F16 にも搭載されることがある機種を備えています。つまり F4EJ 海は形こそ F4 であるものの、中身は第4世代戦闘機である F16 と同じ機材を持ち、大幅に性能アップされている機体なのです。 F4EJ が迎撃戦闘機だったのに対し、この F4EJ 海では爆撃装備を復活させた戦闘爆撃機として運用されました。 F15J 用の誘導指令装置を追加し、空対空ミサイルの運用能力を維持、さらに爆撃能力も復活しており、 ASM-12 による対艦攻撃能力も付け加えられています。対艦ミサイルの運用が可能な兵装システムも導入され、誘導爆弾による対地攻撃もできるようになりました。レーダーや情報処理能力が格段に向上した F4EJ 海は1988年から配備、
2018年時点で実戦部隊に配備されている F4 はすべて F4EJ 下位でした。 F4 は初期設計から約60年、初飛行から優に50年以上を経た2021年時点においても、ギリシャ空軍、エジプト空軍、韓国空軍、イラン空軍、トルコ空軍の5カ国で配備・運用しています。そして日本以外でも改良・近代化改修の計画が各国で進められており、そのまま2020年以降も使用し続けられる見込みなのです。現在世界で最も最先端の魔改造されている F4 はギリシャ空軍の F4EPI2000 と言われています。そして時点ではドイツ軍、その時点が日本だそうです。ギリシャは AIM120 に加え AGM130 やレーザー誘導爆弾の運用能力の追加など大規模な改修を行いました。アイリス T ミサイルの使用も合わせれば現代戦闘機と全く変わらない状態にまでなっています。一方で日本の F4EJ 海は空中戦を行うための戦闘機としては他国の F4 戦闘機改造より性能は劣るかもしれません。しかし ASM2 対艦ミサイルが運用可能である点から、対艦攻撃能力を持つ F4 としてはなおも世界トップレベルの性能を誇っています。日米の共同訓練の時にまだ F4 が飛んでいるのかとアメリカ軍に驚かれることもあったそうです。アメリカ軍ではすでに配備から退いている機体なので無理もないかもしれませんね。 F4 や日本の魔改造に対して海外の人たちからは様々なコメントが寄せられました。ああ、この飛行機のこと大好きだ。史上最も成功した戦闘機の一つだ。50年前の設計なのに現代の空軍に居場所がある。いつ見てもスターウォーズに出てくるジェット機みたいだ。この塊が今でもどこかの空で飛んでいることを知れてよかったよ。もうすべて引退したと思っていた。日本は技術的にかなり進んでるから、高性能な戦闘機を作る先進的な技術がある。日本の第6世代の戦闘機は今から注目しておいた方がいい。今でもクールなジェット機だと思っている。先端とコックピットの輪郭がとても素敵だと思うよ。60年近く前の設計なのにさらに改良して使ってるなんて驚異的だね。日本は技術マニアが多いからな。本家を超えてしまっても驚きはないさ。独自の戦闘機に進化させたわけか。日本はさすがだよ。 F4EJ は F4 をベースに作られたわけだけど、まず日本人が改善できる点を洗い出した。そして航空自衛隊のニーズに合わせて改良を行っていったんだ。もしあるいはいつか日本が軍事技術に注力したら注視する必要が出てくるんだろうな。長きにわたって日本の空の防衛最前線にいた F4 は2021年に運用を終了しました。しかし50年もの歳月を経ても現役と変わらない仕事を続けられたのも、世界トップクラスの日本の魔改造技術があったからと言えるでしょう。日本の技術力の高さに今後も期待が膨らみますね。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのさきです。今回お届けするテーマはこちら、アホにも程がある。韓国の集大に世界が唖然。アメリカから買った戦闘機40機がただの置物に。現在韓国がアメリカから購入した戦闘機を鉄くずにしたことが世界で話題になっています。一体韓国は何をやらかしたのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。韓国軍は次世代戦闘機第二次導入規模を当初の計画の倍に増やし、2017年から約3年間でアメリカから F-35 戦闘機を全部で40機購入しました。当初は韓国型軽空母から出撃できる F-35B の機種を20機購入予定でしたが、
その後、軽空母の導入に合わせて F-35A の20機を追加購入することを決めたようです。そもそもアメリカから F-35 戦闘機を購入しようとしたきっかけは日本が購入したからなんだとか。しかも韓国は日本が購入した120億円よりも20億円安い100億円で購入することができたので大喜びだったようです。20億円も安く買えたのは結構大きいですよね。しかしここには落とし穴があったのです。40機を購入してから2年ほど経ち、アメリカから戦闘機のアップグレードおよびメンテナンスの打診が来ました。そこで韓国は驚くべき事実に驚愕したのです。なんと40機すべてをアップグレードおよびメンテナンスをするためには追加で3000億ウォン、日本円で約290億円かかると通達されました。その事実に韓国は開いた口も塞がりません。この金額は1機あたり約 7.3 億円かかる計算で、経済的に苦しく、本当は戦闘機を60機購入したかったのですが、財政がないために諦めた韓国にとっては寝耳に水のような話でした。韓国の軍事アナリストたちは F-35 のアップグレードは既存機とは異なり、開発時から計画されているため、あらかじめ分かっていたことで、拒否すれば今後のアップグレードが受けられなくなると説明しています。しかし韓国メディアは導入から2年程度しか経っていない F-35 にもう費用をかけてアップグレードを行わないといけないのかと批判的に報じているようです。それほどお金はかけたくないという気持ちがとても伝わってきますね。挙句の果てには、提示されたアップグレード及びメンテナンスの金額に対して疑う場面もあったようです。それは野党だけではなく、与党からもアップグレード費用がいくらになるのか精査する必要があるという言葉が出たほど。政府もここまで出てくるなんて、相当財政状況が逼迫しているんですね。しかしこのアップグレード及びメンテナンスを断ると、これから購入した40機の戦闘機は空を飛ぶことができなくなります。なぜかというと、購入した戦闘機のメンテナンスは購入した国が各自勝手に行っていいものではなく、国際整備拠点と呼ばれる場所に持ち込まなければならないからです。この国際整備拠点はアメリカ、イタリア、オーストラリア、日本の三菱重工業の4つとなっています。もしこれらの拠点で整備を行っていない場合、国際法によってこの戦闘機を飛ばしてはいけないという決まりになっているのです。日本が戦闘機を購入する際に韓国よりも20億円高かった理由も実はここにあります。それは購入後に自国でメンテナンスをすることを前提に、アメリカの革新的技術を譲ってもらったからなのです。さらにはすでに42機導入予定の F-35 のエンジンを製造までできるようになっているんだとか。そのおかげでアメリカにメンテナンスしてもらうことなく、日本国内でアップグレードすることができるようになったという、むしろお得で賢い買い方をしました。今後かかる整備費と比べたら、20億円で技術力を教わることでメンテナンスも自分でできるようになるだけでなく、今後の日本の技術発展にもつながるので、むしろ安いですね。それに比べて戦闘機を入手して満足してしまっていた韓国は、整備について何も知らなかったため、その時は20億円安く買えてお得だったかもしれませんが、結果的に日本よりも多大な経費がかかることになってしまったのです。韓国には日本のような国際整備場がないため、他国の国際整備場でアップグレードおよびメンテナンスをしてもらう必要があります。単純に考えたら、一番近い隣の国である日本にお願いするのが効率的。なぜなら日本以外の国であるアメリカやイタリア、オーストラリアの整備場まで持ち込むとなると、遠すぎるあまり整備費に追加で莫大な遠征費もかかってしまうからです。しかし維持費がかかると分かっているにもかかわらず、
韓国には日本に依頼できない理由がありました。それは元徴用工問題で、相手にしている三菱重工業に対して整備依頼のお願いすることになる点です。元徴用工問題の徴用工とは、主に第二次世界大戦中の1944年から1945年の1年間に日本国内で足りなかった労働力を国民徴用令によって強制的に動員され、工場で働かされた人たちのことを指します。戦時中にあったこの問題は、1965年に結ばれた日韓基本条約と日韓請求権協定によって、日本は韓国側に合計8億ドルという巨額の支援金を払い、韓国側もそれで和解の意思を見せ解決となっていました。2000年以降も元徴用工問題は蒸し返されそうになりましたが、その度に当時の韓国の大統領が全ては解決済みだと発表もしていたようです。しかし2012年に韓国の最高裁判所が、国家間での請求権はなくなったけど個人の請求権はあるよねという立場を示したことにより、未だに韓国側には元徴用工問題が残っている形なんだそうです。そのため三菱重工業に依頼をすることは、韓国としてのプライドが許さないのでしょうね。そこで韓国はまたもや驚きの行動をし始めたのです。なんと韓国は自分たちで戦闘機を開発すればいいのではという考えに至り、次世代型戦闘機の試作初号機 KF-21 ポラメをインドネシアと共同して開発しました。しかし今までの韓国が世界に見せてきた軍事技術といえば、墜落を繰り返す戦闘機や他国から購入した潜水艦を独自にいじってみたものの元通りにできず、日本に助けを求めるといった散々なものばかり。特にひどいのは韓国自作の空軍の主力戦闘機 F-15K。 主要部分を除くパーツをアメリカから持ち込み、韓国企業が組み立てたのですが、それの完成ぶりはあまりにもずさんでした。技術的に未熟ゆえトラブルが続出し、自衛隊では考えられない墜落事故で多くの乗員の命を失うという事件が起きたのです。韓国は戦闘機を自力で作れるほどの技術力を持ち合わせていないにしても、あまりにもひどい出来事ですよね。案の定 KF-21 ポラメの性能も大していいものではありませんでした。また KF-21 ポラメの開発において、アメリカの技術を盗もうと条約を破ってまで F-35 機内にあるブラックボックスを開けたのです。ブラックボックスとは、記録内容が異なる2つの機器から構成されたものを指します。1つはフライトデータと呼ばれるパイロットの操作や速度など航空機の飛行データの記録機器のことです。もう1つはコックピットボイスレコーダーとも呼ばれる、コックピット内の会話や航空管制官との無線通信などの音声記録機器のことを指します。これらの情報を見たり聞いたりして、韓国はアメリカの戦闘機技術を盗もうとしたのです。不正流用したアメリカの技術としては、対艦ミサイル、多連装ロケットシステム、戦車など最低20種類前後にも上るそう。しかしここでも韓国の滑稽ぶりがあらわになります。ブラックボックスを取り出したのはいいものの、直し方が分からず最終的に F-35 を破壊してしまったのです。これに対して韓国はアメリカに不良品でしたと保証を求めるという始末。結局メンテナンスも日本に頼めず、アメリカに対しても財政上高額な整備費を払えない状況に陥った結果、飛ばせない戦闘機が40機も手元にある状態になってしまったのです。せっかく100億で買った40機の戦闘機が鉄くずに、最大の無駄遣いですね。この事実は世界中でもとても話題になりました。ここで世界の反応を一部紹介していきましょう。アメリカ側も韓国が盗用することなど当たり前だと思っているでしょうから、技術は盗めないようにしているんじゃないでしょうか。
盗めたとしてもうまいこと利用できなさそうですけど。整備の仕方を日本から盗みたがってたそうですけど、後先考えず各方面にイチャモンをつけてしまったせいで歩み寄ることすらできなくなってしまいましたね。自業自得なんですけどね。日本よりも安く購入できたということは、日本が購入した戦闘機に何かしらのオプションがついているのではなんて思わなかったんでしょうか。価格が安いのか高いのかしか考えてないんでしょうね。韓国が購入済みの F-35 は今後どうなるんでしょうね。メンテできず、飛ばせず、捨てるわけにもいかず、やっぱりとにかく安く払い下げ。怖いです。韓国の浅はかさに毎回驚かされるよ。機械購入にメンテナンスがないと思ってるんですから。日本の買った戦闘機を手に入れたことが韓国の見栄だったのかな。メンテナンスできないせいで飛行許可の下りないただのガラクタになりましたね。海外の方からも呆れて物が言えないといった反応ばかりですね。韓国は先々のことを想定すらせず、目先の利益だけを追い求めて世界に醜態を晒してしまいました。日本に整備のお願いをするしかないですが、イチャモンをつけられるのが目に見えているので、日本も韓国の依頼を受けるべきかよくよく考えないといけないですね。ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのリサです。今回お届けするテーマはこちら。規格外すぎる。日本の第6世代戦闘機 FX の性能に世界が震撼。日本で開発が進められている第6世代戦闘機、この次世代戦闘機、とにかく全ての性能がぶっ飛んでいるらしいのです。一体どんだけすごい戦闘能力を持っているのでしょうか。それでは早速行ってみましょう。日本で第6世代戦闘機という次世代戦闘機の開発が進められていることをご存知でしょうか。2035年以降に正式に第6世代戦闘機を自衛隊に配備することを防衛省が発表したのです。実はすでに2010年に防衛省は第6世代戦闘機のコンセプトモデルアイファイターを披露。10年以上も前から次世代戦闘機の開発を進めていたなんて、さすがは技術大国日本です。そして2018年には第6世代戦闘機を国内主導で開発することが発表されました。この戦闘機の名称は FX。 現行の戦闘機 F2 の後継機として、なんと約1兆4000億円もの費用をかけて開発を進めているのです。これまで戦闘機をアメリカからの購入に頼ってきた日本にとって、国内主導での開発はまさに歴史的な第一歩と言えるでしょう。ところで戦闘機の開発がすでに第6世代まで進んでいたのは驚きではないでしょうか。この世代とは一体どんな意味なのでしょう。戦闘機における世代とは、簡単に言えば第二次世界大戦後のジェット戦闘機の進化のことを言います。つまり戦闘機の性能が飛躍的にアップするたびに、世代の数字が一つずつ増加するってこと。世代が一つ違うと戦闘機の性能はどれほど違うのでしょうか。結論から言いますと、なんと戦闘機の世代が一つ違うだけで、古い世代は新しい世代に全く歯が立たないと言われています。1950年から開発された第一世代戦闘機はジェット推進が初めて採用されました。ジェット推進とは、流体を高速で噴射してその反作用で得られる推力を利用して航空機を飛ばす技術のこと。イメージとしてはロケットが発射するような感じですね。第二世代からは機体の後ろの翼、後退翼が採用され、敵機の熱線や電波などを探知して追尾するホーミングミサイルが搭載されました。第三世代に入ると超高速での飛行が可能に。スピードに関しては世代が進むごとにどんどん高速になっていきました。第4世代からは
高速飛行に加え高い運動性能を持つようになったのです。また第3世代までは高度が高い敵機しか攻撃できませんでしたが、第4世代からはパルスドップラーレーダーを装備したことで低空にいる敵機も攻撃可能となりました。そして最新の第5世代になると、ミサイルを機内に内蔵するシステム、ウェポンベイを搭載、さらにはステルス性能も獲得したのです。ステルスとは日本語で隠密という意味で、まさにその名の通り敵のレーダーに捕捉されにくくする技術のこと。レーダーは電波が自分のところに戻ってこなければ探知できません。機体表面の角度を改良することや素材を特殊加工することでレーダーの電波をあさっての方向にそらして探知できなくしているのです。レーダー網が発達している現代戦では、戦闘機のステルス性能は必要不可欠と言えるでしょう。加えて第5世代から戦闘機の IT 化が一気に進みます。戦闘機に搭載された電子機器のことをアビオニクスと言いますが、第5世代には通信機器、後方システム、自動操縦装置、飛行管理システムなどのアビオニクスが搭載され、飛躍的にハイテク化しました。いやー、第5世代でも十分すごいですよね。それでは、第5世代を凌駕する第6世代は、一体どんだけヤバい性能なのでしょうか。第6世代は第5世代の能力に加え、新たにカウンターステルス機能、フライバイライト、クラウドシューティングなどを獲得しました。実はこれらの能力は先ほどご紹介した試作機アイファイターにも搭載されているのですが、とにかくその性能がぶっ飛んでいるのです。カウンターステルス機能とは、ステルスにカウンター、つまり対抗するって意味ですから、ステルス性能を無力化する技術のこと。先ほども言った通り、レーダーは自分のところに電波が戻ってこないと敵機を発見できません。それを複数の戦闘機や地上のレーダーと連携することによって、別な方向に行ってしまった電波を捕まえて敵機を見つけてしまうって技術ですね。2010年に防衛省が発表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンによると、日本が保有する世界有数の素材技術、半導体技術を駆使すれば優れたカウンターステルス性能を獲得できるとしています。お次はフライバイライトについて。日本語では光によって飛ぶという意味になりますが、将来的には空での戦闘は電波が飛び交うと予想されているので、第6世代では電波の干渉を受けない光ファイバーを搭載することになりました。加えて第6世代から高出力なレーザーや電磁波を出すことができるため、なんと敵機の内部の電子機器を故障させることができるようになるのです。つまり光ファイバーで電磁波攻撃を防ぎながら敵機の電子機器を無力化できちゃうってこと。では次にクラウドシューティングについて解説していきますが、まずはそれが搭載されることになった背景からご説明したいと思います。皆さん、現在日本が戦闘機を何機保有しているかご存知でしょうか。2022年現在で273機保有しています。ではその数は世界と比べてどうなのかってことですが、なんと日本はトップ10にも入っていません。世界第1位はアメリカで2717機。アメリカは世界一の軍事大国ですから、これはイメージ通りではないでしょうか。そして第2位がなんとお隣の中国で1571機。中国は国土が広いので、これくらいないと防衛が難しいのかもしれません。この保有数の差を見ればお分かりの通り、日本は戦闘機の数でかなりの劣勢を強いられているのです。そう、この劣勢を跳ねのける技術がクラウドシューティングってこと。従来の戦闘機は自分で敵機をロックオンして撃つという一機で完結する方式ですが、第6世代は誰がロックオンしても誰からでも撃てて、そして撃てば必ず当たるような設計がされているのです。例えば2機編隊を組んでたとして、1番機が敵機を発見、追尾、そのデータを2番機に送り、2番機がミサイルを発射して破壊するなんてことができちゃうってことですね。敵から見ればどの機体に捕捉され、どの機体からミサイルを撃たれるか全くわからないわけで、これはミサイルから逃げるのはかなり難しくなるのではないでしょうか。つまり
クラウドシューティングを使えば必ず当たるわけですから、戦闘機の保有数が少なくても戦闘を有利に進められるってわけです。いやー、日本の第6世代の性能は圧倒的としか言いようがないですね。もちろんこのニュースは海外でも大きな話題となり、多くの外国人からコメントが押し寄せていました。日本は韓国が日本の植民地だった時代から独自に空母や戦闘機を作っていた国、明らかに韓国よりリードしているよな。日本の技術ってすごいな。ミサイル1000発よりも見えない戦闘機の方がはるかに怖い。次期戦闘機が配備されてしまったら、日本の軍事力は飛躍的に向上する。それにかなうのはアメリカしかないだろう。もともとテクノロジーで世界を席巻してきた日本が、世界に類を見ない軍事技術を保有しても全く驚かないよ。武器や装備の能力を高めることは他国に対する抑止力になる。日本は当然のことをしているだけ。日本がこの驚異的な戦闘機の開発に成功すれば、日米同盟も強化され、東アジアの平和と安定に貢献するだろう。将来第6世代戦闘機を護衛艦に搭載すれば、日本は世界最先端の空母を持つことになるのでは。日本が本気出したらやばい。各国には日本との友好を強くしておくことを進めるよ。皆さん、日本の開発力の凄さに驚愕しているようですね。コメントにも抑止力とありましたが、第6世代はまさにその中心になる戦闘機。中国機やロシア機による日本の領空侵犯によって航空自衛隊が緊急発進、つまりスクランブルした回数は2021年度でなんと1004回。驚くべきことに、1日に約3回も日本の空が脅かされているのです。戦闘機の数に劣る日本が自国を守るには、最新鋭の第6世代の投入が急務ってわけですね。もちろん第6世代の開発は日本だけではなく、海外でも行われています。世界一の軍事大国アメリカでは、2025年から2030年に最初の第6世代を配備する計画。イギリスは第6世代戦闘機テンペストを2035年には投入することを表明。テンペストにはなんと人工知能が搭載されており、敵機からの攻撃の方向などを自動でパイロットに知らせるだけではなく、将来的には無人飛行も可能にするとしています。イギリスは今後5年以内にテンペストの試験飛行を行う予定とのこと。中国はものすごいスピードで第6世代の開発を進めています。2006年には第6世代コンセプトモデルである安健を公表。2011年には実証機を飛行させたと思われる写真が流出。2018年6月には第6世代のプロトタイプの写真が公表されました。ロシアは少々遅れており、2013年になってやっと第6世代の開発方針が出たのだとか。日本は第6世代の開発を国内主導で進めていますが、中国やロシアの脅威に対抗するためにも、アメリカやイギリスとの共同開発も視野に入れ、開発の早期化を検討しています。実際2022年7月18日にイギリス国防省は日本との共同開発についてこのようにコメントしました。日本とイギリスは潜在的に非常に良いパートナーだと思う。日本とはさらに緊密に連携していきたい。日本は自国の技術力が優れているのはもちろんのこと、他国に学んでそこからさらに良いものを開発することにも長けています。他国の最新技術を吸収しながら、日本が世界最強の戦闘機を作る日が待ち遠しいですよね。ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのリカです。皆さんは戦闘機が大空を飛ぶ姿をご覧になったことはありますか？轟音を立てながら音よりも速く空を飛ぶ姿は迫力満点ですね。テレビの特集などで紹介されるブルーインパルスの曲芸飛行に思わず目を奪われた方も多いのではないでしょうか。今回はそんな戦闘機についての話題です。現在航空自衛隊の主力戦闘機は三菱重工製の F2 という機体です。
この機体の開発にはかなりアメリカからの影響がありました。しかし F2 の引退時期が迫る中、次世代機の共同開発相手に日本が選んだのは別の国だったのです。日本の空の防衛に欠かせない戦闘機の開発に一体何があったのでしょうか。早速見てみましょう。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリア政府は共同首脳声明を発表しました。内容は次期戦闘機について3カ国で共通の機体を共同で開発するというもの。プロジェクトの名前はグローバル戦闘航空プログラム、略称 GCAP といいます。この計画内容としては、日本で開発していた次期戦闘開発計画 FX3 計画とイタリアとイギリスで進行していたテンペスト開発計画を統合するというものでした。実は第二次世界大戦後、日本が主要な防衛プロジェクトでアメリカ以外の国と大々的に協力するのは初めてのことなのです。そしてこの計画は次世代戦闘機を開発するといっても、今までの戦闘機同士の空中戦をこなす戦闘特化型の飛行機を開発するという話ではありません。強力な高性能人工知能やサイバー戦争に対応するというSF 映画に出てきてもおかしくないような高性能かつ高速で飛行するステルス戦闘機の開発なのです。この計画に参加している企業もそうそうたる顔ぶれ、順に紹介しましょう。日本ではロケットの開発も行っている三菱重工が主契約者となり機体を担当、重工業を得意とする IHI がエンジンを、大手総合電機メーカーの三菱電機が電子機器を担当します。イギリスからは国防情報セキュリティ航空宇宙開発関連企業である BAE システムズが機体を担当、車で有名なロールスロイス社がエンジンを、国防安全保障航空宇宙の分野で活躍する企業であるレオナルドのイギリス法人が電子機器を担当します。そしてイタリアからはレオナルドの本社と航空機エンジンの製造会社であるアビオエアロ社が開発に参加します。また装備する武器については、ミサイルの開発販売を手掛けるヨーロッパの武器製造企業の MBDA がミサイルの開発に参加、大企業のアベンジャーズといえるような豪華なメンバーが勢ぞろい。しかしもともと日本は昔から戦闘機の開発や整備をアメリカに頼ってきました。ここに来て、なぜ日本はイギリスやイタリアとの共同開発に踏み切ったのでしょう。次にその理由を紐解いていきます。日本の戦闘機が3カ国共同開発となったのは5つの理由があると言われています。一つ目の理由、それはタイミングの一致です。防衛装備庁の担当者は次のように明かしました。大事なのはそれぞれの国に2035年に完成させるという同じタイムラインがあること。それがないと開発は難しい。国際共同開発を施行した同じタイムラインのプログラムがあった。逆にアメリカにはそうしたプログラムがなかった。日本の防衛省は F2 戦闘機の大役が見込まれる2035年からの次世代戦闘機 FX3 の配備を目指しています。一方でイギリスも現在使用している戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機を必要としていました。2035年までにテンペストという戦闘機を開発し実戦配備を目指していたのです。 FX3 計画とテンペスト計画は同じスケジュールであり、それが3カ国の連携を可能にした要因の一つなのです。確かにタイムスケジュールが同じ流れなら予定は合わせやすそうですよね。次に2つ目の理由、それは要求性能のコンセプトが近いということ。
一言に戦闘機の開発といっても、戦闘機に求めるコンセプトがかけ離れていては、共同開発などできません。例えば、夫婦で自家用車を1台買おうとした時のことを考えてください。小回りが利く軽自動車を欲しがる奥さんと、積載量の多いワンボックスカーが欲しい旦那さんでは、話は平行線になってしまいますよね。これは戦闘機の開発にも似たようなことが言えるのです。例えば、出力の大きなエンジンは素早い移動を可能にしますが、燃費が悪いので航続距離は伸びません。また、航続距離を伸ばすために翼を大きくすると、今度は小回りが効かなくなってしまうのです。その点、参加国が目指している機体のコンセプトはよく似ていました。日本、イギリス、イタリアは参加国とも海洋国です。航空優勢を広い面積で確保するためには、長い航続距離を持たないと話になりません。アメリカのステルス戦闘機である F-35 は航続距離が短く、日本が必要とする戦闘機とはコンセプトが合わないのです。参加国が必要としていたのは、海洋を守れる航続距離を持ち、ミサイル搭載量に優れ、双発エンジンを持つ多用途大型ステルス戦闘機でした。アメリカの F-35 やヨーロッパのユーロファイターを超える戦闘機を作ります。特にセンサーやネットワーク能力で秀でた戦闘機を作り出します。防衛装備庁の担当者はそのように抱負を述べています。必要としている能力が似通っているなら、いろんなアイデアを比較検討できそうですよね。3つ目の理由はコストとリスクの軽減です。戦闘機の開発には莫大な資金が必要になります。この金額はアメリカやロシアなどの超大国を除けばもはや一国では賄いきれないほどに巨額です。皆さん、戦闘機の開発にはどれだけのお金がかかると思いますか？1990年代、ヨーロッパの4カ国により開発されたユーロファイタータイフーンの開発には2兆円以上の金額がつぎ込まれました。また、アメリカの F-35 の開発には総勢8カ国が関わって6兆円を超える金額が開発費用にかかっています。こんなにお金がかかるのに作ってみたら欠陥品でしたは話になりません。参加国で共同開発することで、互いに開発コストを抑えながら、高い技術力を取り入れ、様々なリスクを低減できるということですね。次の理由に参りましょう。四つ目は、回収の自由です。日本は過去に苦い教訓をアメリカから学びました。それは、アメリカに関係した戦闘機は、開発後に回収を認めてもらえないということです。実は、現在の主力戦闘機である三菱重工製の F2 の開発の際から、アメリカからかなり管理と監督が入っていました。結果的に、日本独自の戦闘機開発に関わる技術向上に、大きくブレーキがかけられたと言われています。日本は国防において、アメリカからの影響を多く受けていますが、技術力の成長を妨げられるのは困りものですよね。しかし戦闘機というのは、あの超大国であるアメリカにおいても大切な最先端の軍事機密の塊。アメリカとしてもあまり多くの情報を同盟国とはいえ外国に渡したくなかったのです。そこで搭載されているコンピューターのプログラムの設計図、ソースコードを日本に開示しないという方針を取りました。アメリカとしては次のような懸念があったのです。重要な先端技術が外国の手に渡れば、自国の技術覇権が弱まりかねない。そういった警戒から、同盟国の日本であっても技術供与に消極的だったのです。これに対しイギリスは F2 の開発時、日本が開発に苦労していたエンジンとレーダーの共同研究や基本設計で協力を申し出てくれました。このために防衛省の内部では、
イギリスとであればアメリカと違って対等なパートナーになれるとの期待がかねてからあったようなのです。なお防衛省とアメリカ国防省は同12月9日に次世代戦闘機をめぐる軋轢を払拭するように次のような共同声明を出しています。アメリカは日米両国にとって親密なパートナー国であるイギリス、イタリアと日本の次期戦闘機開発に関する協力を含め、日本が行う志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安全保障、防衛協力を支持する。これは共同声明の冒頭の部分ですが、かなり強調されているのがわかりますね。アメリカも台頭する中国や攻撃的なロシアに対抗すべく、同盟国の間の相互運用性と結束を歓迎しているようです。最後の5つ目の理由は経済の活性化。防衛装備庁は次世代戦闘機の共同開発が多額の資金を投じて実施する国家プロジェクトであることから、経済全般にプラス効果を実現したいと考えているようです。より具体的に言えば、デジタルトランスフォーメーションや 3D プリンターといった先進的な製造方法にどんどん投資をする。単に防衛装備品ではなく、次世代の技術者や専門家など人や技術へ投資をする。経済全般への波及をしっかり実現していきたいと防衛装備庁の担当者は述べたとか。デジタルトランスフォーメーションとはデジタル変革とも言われます。現在ある価値観や枠組みを根底から覆すような革新的な技術を盛り込んでいくということなのでしょう。それは高性能人工知能であれ、戦闘機に随伴する無人航空機であれ、次世代戦闘機がもたらす技術はかなりの変革が伴うように感じます。ただしこの3カ国共同開発は一部から不安の声も上がっているようです。IHI の技術力は確かに素晴らしいものの、戦闘機エンジンを共同開発したことはない。やり手のロールスロイス社を相手にうまく立ち回れるのか。技術者というのは技術を誇りに思うあまり頑固なものだ。うまくマネジメントできる人材が日本にいるのかがポイントになりそうだ。共同開発というものの、実際は主導権争いばかりになるんじゃないか。共同開発と聞いてうまくいった例が思いつかない。マルチロール、多用途機といっても計画段階で何に重点を置くのかは絶対揉めると思う。その反面、期待の声も上がっています。他の外国企業とコンペになる可能性もある。日本の技術力がさらにレベルアップするチャンスだ。この共同開発は日本企業のポテンシャルをぐっと引き出すきっかけになるんじゃないだろうか。うまくコスト面やスケジュール面が回せるのか、きっとアメリカはお手並み拝見と眺めているつもりだろう。お見それしましたと言わせてやれたら気持ちいいよな。戦闘機業界は食うか食われるかだ。頑張れ日本。現在日本周辺の仮想敵国も仮想と言っていられない事態に刻一刻と近づいてきているように見受けられます。ドローンなど対処の難しい兵器なども登場してきており、国防の観点から見ると厄介極まりないですね。しかし思い返してみれば、かつての対戦で別陣営について敵同士だった国が、今はこうして同じ志を持ち、一つの目標に向かって協力し合っているというのは素晴らしいことです。戦闘機に使われる技術は大変特殊かつ高度なもの。それぞれの技術を結集し、より良いものを生み出すのは、ものづくりとして最高のことではないでしょうか。そしてそれは、各国に住む国民の命を守ることにつながるのです。果たして、3カ国の戦闘機の共同開発はうまくいくのでしょうか。今後に期待しましょう。よかったらコメント欄で、皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。
動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。